ここは家の畑の東と北、東北の隅にあたります。ここに霧の大木がありますね。それからネムノキとかイチジク、そしてテルテスイミツユですね。そちらにはオリノコバナナが植わっています。それでこれらのバナナの手前には大きな木はありませんので、ポーポーはちょっと離れてますから。それで西日がかなり最後の方まで当たる場所なんですね。このアイスクリームバナナ、地植えしてありますアイスクリームバナナと、それから同系種と思われる同系種あるいは近似種あるいは同一種と言ってもいいぐらい似てるんですが、銀バナナと言われるものをこの畑の東北部に東北部で越冬させて、畑のこの辺りで大苗になっていくようにしたいと思ってるんです。で、大苗になっていつか開花結実したなら比べてみたいなと思っているんですね。アイスクリームは路地植えですが、銀バナナは株分けしてまだ1ヶ月ぐらいですので、陶水ポットに植えたままになっています。この冬は、これからの成長具合を見て、この陶水ポットのまま、もしかしたら、この辺の、緑の覆いが当たる、下の方にでも置いて、越冬させるかどうかを決めたいと思ってるんですね。最初からここに置くと日当たりが悪いものですから、まだ9月半ばでもうしばらくは成長しますので、とりあえずは西日が長く当たる場所に置いておいて、それからあちらのアイスクリームバナナとやや離した方で越冬させようかなと思っています。いずれ最終的には地植えして、大株で越冬するように持っていきたいんですがね、まだそこまでの大きさの苗ではありませんので。家の畑にはそうですね、美味しいバナナの中では比較的耐寒性があるアイスクリームバナナ、そして銀バナナ、あとタイベジタブルとかを大苗にしていって、路地植えで越冬して3年4年を経て開花結実収穫できるようになれば理想的なんですがね。そうしてこれらが秘めている耐寒性をこの畑の土地の草みたいに土着的なバナナに持っていきたいと思ってるんですが、どれぐらいの年数がかかるのかわかりませんし、私の代で
そうならなければ、まあ引き継ぐ人がいれば、それを見守っていくようになるかもしれませんが、まあ、先のことなどわからないケセラセラっていう歌がありましたよね。まあ本当に一冬でも先のことなんてわかりませんから、生き物である限り何がどうなるかはわからないんですが、とりあえず私の目論みは今話してきたようなことなんですが、ほぼフレームだけのハウスになっているバナナ苗は、まあ、9月いっぱいは成長すると思うんですが、そろそろ成長も緩慢になってきていますね。さーっと見ますと、まあ、これは食用じゃありません、アビシニアンですね。レッドじゃないアビシニアンです。これはマッサンバナナの水芽が5月以降に出てきたのをそのまま置いておいたんですが、結構大きくなってきていますね。6、7、8、9、3ヶ月半かそこらでこれぐらいになってきてるわけですね。まあ普通はこれぐらいに育たないと順調な生育とは言えないですね。これはダメになったボリビアバナナの株分け苗ですね。これはアイスクリームバナナ。これはオリノコで親株がダメになって残しておいた一本の水芽がこうなってきて、まあ、こちらのマッサンと同じぐらい大きくなりますから、品種を問わずだいたい親がダメになって水芽が5月6月に出たものは3ヶ月半やそこらで、まあ、世間で言っている中苗以上の大きさにはなりますよね。まあ、こちらも株分けしたオリノコ、最初小さかったんですが、このところ大きくなり始めてきています。こちらのオリノコはもうちょっと大きいですね。でも、このオリノコを植え付けた時期の方が、そちらの親がダメになって残しておいたものよりも、早めに出てきた水芽ですので、やはり切り分けて移植するというのは、その場に水芽を置いておいて成長させるものよりはやや成長が遅いですね。害して遅いですね。これとこれは島バナナです。これもダメになったボリビアからの株分け苗ですね。これはバランガンで、一番大きい水芽はこの辺から取って他の場所に移したんですが、もう一本水芽が出てきていて、ここにも水芽が出かかってきていますね。これは銀バナナですね。これはダメになったんじゃなく、親が親株としてデグレード
を受けたものをそのままここに残しておいて成長してきたものですね。それから水芽が出てきています。もう一本大きな水芽は切り分けて他に移したんですね。これは石垣島の島バナナ石垣島バナナというと、埼玉県の方で話題になっているバナナがありますが、これは石垣島から来たものであっても小笠原種です。料理バナナの系統ではありません。だいたい島バナナというのは葉身の幅が割と狭いんですよね。そしてこうなよなよと下垂しがちなんですね。で背丈は高くなるんです。これはタイベジタブルバナナで、ここからはだいぶ水芽を取ってあちこちに移植しましたね。こちらは北小の親がダメになったものの中で6番目かそこらに出てきた水芽を残したんですね。もっと他に移して大きくなっているものがあります。もう一本水芽が出てきていますね。こちらもタイベジタブルバナナで、デグレードしたもののそのまま復活成長した株です。ここからも水芽は、立派な健常球芽を4本は取ったと思うんですね。で今2本残してあります。隣のはハジャライですね。相当な低温障害デグレードを受けたんですが、それをカバーするぐらいの回復成長で、ここからも立派な水芽を4本か5本掘り上げたように思いますね。いつまで通常葉を出して伸びていくのやらと思いますがね。これはもうこのまま置いとくよりほかないですね。じゃあチニチャンパですね。これは水上球芽みたいなのが1本出てきてるだけです。こちらも檻の子で、ここからも株を何本か掘り上げましたが、1本残してあって親子の関係でここで越冬してもらうつもりですね。これはアイスクリームの中苗で、そちらは大苗ですね。ここからも水芽を何本か切り分けて他に移植してあります。このアイスクリームとあちらのハジャライはこういう状態になるのが6月7月であったならと思いますが、今後は複数本立ち連立方式のやや小規模な形の複数本立ちで親子の変異を見守っていこうかなと思って、無保護でもこのままにしておこうと思ってるんですね。このフレームだけのハウスは大きなものは基本的には保護しないで、防寒防災対策なしでここでデグレードを受けたり回復成長したりということでどうなっていくかを見守っていこうかなと思ってるんですね。このアメリカインディアンたちが育成していたというブルーコーンはフレームを超えて随分背が高くなりますが、風に揺られてもフレームとフレームの間でなんとかかんとかうまいこと立っているのもあれば、
フレームに引っかかり損ねて倒れているものもあって、あれこれなんですがね。まあそれとかぼちゃ、ウルトラ万次郎かぼちゃとその自噴樹がまあ絡み合ってというような初秋の光景ですね。あとシソは、青ジソは地場屋のがものすごく大きくなるのでカットしてマルチにしています。バナナの周りにマルチみたいにしていますね。これはオリノコの株分け苗ですね。これはボリビアの株分け苗。ああ、ボリビアはダメになって、まあ、随分と全部で去年からそうですね、10本近く水芽を取って立派に成長してきているのもあるんですが、これが本当に最後の最後じゃないかと思いますね。これね、これがダメになった海景で腐っていっています。まあこの水芽はそのうち掘り上げて小さな鉢植えにしてあげようと思っていますね。あ、その葉じゃらいのこちら側のはアウランティアカですね。3本か4本水芽を掘り上げていますが、今また3本出てきていますね。これはブラジルバナナですね。もしかするとサンタカタリーナと言われているものかもしれません。まあ、木よりは遅巻きでバナナを支柱に絡ませてるんですが、水不足であんまり大きくならなかったですね。今日もちょっと水流してやろうかと思ったら、ため池からの各畑の通水に障害があってなんか水が出ないんですよね。ため池にはまだ水があるんでしょうけれども、流そうと思ってもちょっと出ただけですぐ止まっちゃいますね。まあこれはさっき写しましたかね、アイスクリーム。まあこちらに別な株からのウルトラ万次郎かぼちゃができてきていますね。これもアイスクリームの粉絵です。つい最近株分けして植えたばっかしです。まあ、フレームだけのハウス内のバナナはこんな感じなんですね。小さい苗とかちょっと弱そうなものは防寒防霜対策しようと思いますが、大苗になっているものは保護なしで越冬してもらって、まあ、当然デグレードを受けますから、またお化け屋敷、バナナのお化け屋敷みたいになると思うんですが、また来年の夏には、夏以降にはこんな感じになってるでしょう。まあ、それを繰り返していって、土着するものが出てくれば、それを育てていきたいなと思ってるんですね。まあ、こちらはまた、品種説明してると、ムービーの撮影時間が長くなりますから、また別な機会にと思いますが、今撮影してきましたハウスをこちらの方から覗くとこんな感じですね。向こうが西ですね。こんな感じになっています。毎年こうなっていくことを繰り返す中で、いつか順番に
開花結実するような苗が出てくればそれでいいと思っているんですがね。銀バナナの期待していた矮小葉はまだで、まあこれは通常葉に近いですね。今夕方なんですが、東の空の方が赤く焼けていますね。家計はこの通り相当遮蔽してカーブも切っているんですが、なかなか止め葉が出る前の兆候まで行ってくれませんね。これが最新の巻き葉の展開した姿ですが、まあそうそう大きくはないけれど、まだこれは矮小葉とは言えません。この程度ではね。こちらの檻の子はますます背が高くなるし、隣の銀バナナもまあ檻の子ほどではないんですが結構大きくなって、まだ通常葉を出していますね。一番早いとしたらこの銀バナナなんですが、観察を始めて、待ち始めてからもう1ヶ月ぐらい経ってるんじゃないかと思うんですがね。バナナというのはなかなか制御しにくい植物ですね。松よりほかないでしょうね。梅畑の端、南側にある生け垣の手前に植えた銀バナナは、まあ水不足ながら何枚か葉っぱを出してきてくれていますね。この南側の垣根のところは水が届かないもんですから、この辺に植えたバナナの苗は苗のままで全然成長しないですね。まあ当たり前かもしれませんが、日照り続きでしたからね。これはイスラエルバナナ。これはマッサンですね。これは檻の子。これもマッサンですね。これはタイベジタブルですね。これは後から追加した檻の子の粉絵ですね。まあここは本当のスパルタ栽培といいますかね。春以降に粉絵を持ってきて葉っぱが出てきていない枯れた花茎みたいにしか見えない苗をここに植えておいただけで、夏の非常に長い
厳しい日照りにもよく耐えて生きてきてくれたもんだなぁと感心していますね。いや、あれはヤフーオークションにで久しぶりに新潟のチョロさんの出品ドワーフプエルトリカンを拝見しましたが、あれに体感性、漢字変換の間違いで乾燥の乾になってましたね。でも漢字は間違ってても、あのドワーフプエルトリカンの庫内でもここに植えて置いたとすると生き延びたでしょうから、内容的には乾燥の方の耐寒性も栽培環境によっては間違いじゃないですよね。説明の方には寒い方の耐寒性ときちんと出ていましたね。ですからあれなんかはこういうところに植えておけば乾燥に強く、寒さにも強く、なんていうことになるのかもしれませんがね。二重の耐寒性がありますなんて、オークションで出せば、まあ、すぐ落札されると思いますがね。私は、料理バナナ系統にはあまり興味がないんですけれどもね。沖縄にいた頃、あのドワーフプエルトリカンはチョロさんからいただいたことがあるんですが、沖縄で今苗出品者として活躍している方に差し上げてきたので、私は今は持っていませんがね。まあ料理バナナは特別いらないですね。料理して食べたかったら普通の食用バナナ、デザートバナナでも、焼きバナナにでも蒸しバナナにでもできますからね。何も料理バナナ、調理バナナ、野菜バナナと分類されているものだけが料理、調理に合うということではありません。普通のデザートバナナだってですね、例えばアイスクリームバナナをですね、焼きバナナにすることもできるわけですね。京都で学生時代を送ってた頃、アイスクリームの天ぷらとかいうのを売ってる店がありましたがね、まあ、食べませんでしたが、アイスクリームバナナの焼きバナナというのもおそらくは美味しいことでしょう。台風の吹き戻しというのは、通過後その日一日ぐらいは見ておかないと安心できませんね。昼ごろには大雨警報などが解除されたので、もう大丈夫かなと思ったんですが、午後3時過ぎてもまだ吹き戻しの風は時折かなり強くなりますね。この最後に作ったバナナ列は苗がすべてまだ小さいですから、風の影響も少なくて倒れたりしているのはありません。ちょっと傾いたかなというのもあるにはあるんですが、まあ大丈夫ですね。こちらの西側の生け垣の手前のバナナもほとんど台風の影響は受けてないようですね。
まあこういうアンデスの乙女の小さい苗とかは雨でおそらく株元が緩んだんですね。まあ風が強いと言ってもこの程度ですから、傭兵が一本二本折れるということはあっても株がぐらつくとかそういうことはないですね。バナナ苗が大きければ大きいほど台風の影響を受けるわけですが、今のところこの程度のサイズの苗でしたら風速30メートルぐらいの突風とかが時折やってもまあ大丈夫ということですね。裏山に来てバナナの状態を調べに来ています。台風18号の戻り風は北西からのが強かったみたいなので、あちらが西ですね。で、北はそちら側になりますから、比較的っていうかかなり風を防ぐ地形になってるんですね。それでドワーフオリノコとかカリフォルニアゴールドとか、まあ、タイベジタブルとかほとんど影響を受けてないみたいですね。まあ北からの風に対してはここの裏山は暴風対策としての地形になっているように思いますね。そちらの方もだいたい大丈夫みたいですね。バナナの向こうの他の方の土地の方が東になりますね。ですから東と北からの風に対してはこの裏山はいい地形だろうと思いますけどね。栗も風で落っこちるということは少なかったでしょうね。多少は落ちたかもしれませんね。この辺も何ともなかったみたいですね。そちらの対ベジタブルの信用が何ともなかったところを見ると大丈夫だったんですね。竹林も影響はなかったようですね。さっと見るとほとんど変わりはありませんね。山道の水を越えた
竹林の奥の方も折れている葉っぱとかはないみたいですね。まあ、ここは前に述べた理由で成長が遅いだけで暴風対策にはなってるし、まあ防寒もまあまあ、防寒防霜もまあまあですね。もちろん冬の寒い時期には、まあ12月のどこかの時点からか葉っぱは黄変褐変して葉柄も折れて花茎だけになることはなるんですが、まあ、その程度のことでまた復活成長してきますから、まあ、ここは植えっぱなしで OK ということですね。これは台風18号でおそらく昨日から今日にかけての深夜に突風で切損したものと思われます。時間が少し経っていますので折れ口、切り口が少し変色してきていますが、この切断した花茎を見ますと病気とか虫害とかは何もないんですね。これは折れた方の側ですね。で、これからこの花茎をちょっとだけもう少し下で切ってみます。そうすると健全なバナナ苗でしたらだいたい白っぽいんですよね。時間が経つと少し淡く褐変してきます。切損したやや下 4,5 センチのところをちょっと切ってみます。切っていった時にもし健全な苗でしたらだいたい白っぽく見えます。このように白っぽくて緑がかっていますよね。これで、まあ、病気とか虫害はなかったというのは分かりますので、おそらく30メートル前後の突風でこの辺で切損したんだろうと思いますね。まあこれは諦めるより他ありませんので、カットした葉身とか花茎をバナナの周りに散らしておいて、まあいずれ土に馴染んでいくのを待つより他ないですね。それからもう一本の銀バナナ、これは一番長い葉っぱの先、葉身の先っぽがこちらの畑の地面についていましたので、立て起こすよりも先にですね、こういう場合は葉っぱというのは意外と家計にとっては重いんですね。
傭兵と傭神合わせた重量というのはバナナの家計にとってはかなりの目方になるんです。それで、まあ、立ち上がっていって再び健全に成長してつぼみを出してくる可能性がある苗ですので、養心の5分の2程度ずつをカットしたんですね。まず立て起こさないでカットしました。このようにそうすると葉を1枚2枚と切るごとに自力でこの花茎が少しずつ起き上がってくるんですね。もちろんこれは斜茎カーブしていた花茎ですからまっすぐにはなりません。でこのまま2、3日も放任しておけばもっと立ち上がってきて前の斜茎カーブよりは横倒しになっていると思いますが、もっと立ち上がってきますね。で、その途中で様子を見ながら少し人為的に起こしてやって、そうして次また強風とか来たら二度目は危ないですから、家計の途中にロープをかけてそちらの方の木のどれかにですねある程度くくりつけようと思っています。こういう場合に無理やり起こそうと思ったり家計をまっすぐに近い状態にしようと思ったりするとポキッと折れてしまいますのでね、基本的にはまあこの程度まで大きくなっていないバナナ苗でしたら、例えば花茎の高さが1メートルから1メートル数十センチぐらいまで、2メートルまでいかない苗でしたら大体は数日から1週間も経てばほぼまっすぐに自力で立ち上がってきます。しかしこれはもうだいぶ斜茎カーブを切っていた大苗ですので、そこまでまっすぐ立ち上がりませんから、あとは、まあ、台風という被害がありましたのでロープで補助的に反対の方に引っ張ってあげようかと思っていますね。もう一本傾いているのがこの折りの子バナナなんですが、これもこの後強風とかなければもうちょっと、今私の方から見て右の方に傾いていますが、もうちょっと左側の方に立ち直ってくると思います。まっすぐではないと思いますね。まっすぐにはならないと思います。それで、これも養心をある程度切り詰めてもいいんですが、そうする前にですね、まあ、この加水しているものはちょっと切ってやった方がいいと思いますが、そちらの方の養心カットをする前に、どれぐらい立ち上がってくるか、自力で立ち上がってくるか、立ち直ってくるか、見守りたいと思います。そうしながら、必要ならば、多少5分の1程度ずつカットすることも考えてはいますが、おそらくこれは今、傭兵が、葉がらが折れてしまったもの以外は、カットしなくても大丈夫じゃないかなと思っています。まあ、数とはいえ実がついて太ってきているこのタイベジタブルは幸い大した影響も受けませんでしたので、ここは
サルスベリの木が西側に植わっていて、西側から吹いてきた風をある程度遮ってくれて、そちらの檻の子みたいにサルスベリよりも高く出ていた葉っぱが、こちらのタイ檻の子、タイベジタブルの場合にはなかったんですね。不幸中の幸いで。それで何ともなかったんだろうと思いますね。梅バターのバナナはちょっと突風強風の影響を受けて多少の被害が出ているみたいですね。まあ雨がたくさん降りましたので株元が緩んでいますから、風が吹いて倒れたらこのように株元が緩んで土とバナナ苗の間に隙間ができますから、まあこういうのはなるべく早めにですね、土を株の周りに寄せていってあげるといいですね。今、まあ撮影してますので、撮影が終わったらぐるっと一回りするつもりなんですが、多少、傭兵が折れたりしているものはありますね。これはバランガンの親株から切り分けた株で、これを掘り上げたつもりが、さらに2本小さな水芽が出てきていますね。一番大きいのはバランガンというよりバラケバナナみたいですね。だいぶばらけちゃいましたね。バランガンはベランガンというバナナがありますが、名前がややこしいですね。これはちょっとだいぶ傾いていますから、後で直しに来ないといけないですね。まあ、多少株元が緩んで倒れるとか、傭兵が折れるとか、その程度ですんで、まあ不幸中の幸いですね。雨よりも風の台風だったら、これはかなり影響を受けたかもしれませんね。フレームハウスの中は大きいのは水を出しっぱなしにしていたので止めようと思いますが、フレームを残しておいたのはバナナが大きくなったら支柱代わりになるかなぁと思っていたんですね。まあこういう時には台風なんか来た時には役に立ちますよね。まあこういうふうに
天井のフレームを越えて伸びていっている葉っぱはフレームで支えられますから、何がしか暴風対策じゃなく暴風の軽減、暴風による影響の軽減にはなりますよね。この大きな葉じゃらいは株元がちょっと緩んで浮き上がってきて、まあそれでもフレームの東側の方にですね、これはやはり西あるいは北西から吹いてきた突風でしょう。それで東側の方のフレームに寄りかかっていますね。まあこれは多少は立て起こした方がいいかもしれませんが、周りに土を持ってきてちょっと固めてあげないといけないですね。アウランティア科の傭兵はあまり強くないんでしょうかね。 1,2,3 本ほど折れていますね。まあ家計もちょっと細いですからね。アイスクリームバナナの株元は緩んでいませんね。まあ、葉っぱが全部フレームの上に出ていますので、まあ、チリジリに葉が裂けても傾くということはないですよね。これはうまい具合にフレームの一箇所の隙間から全部葉っぱが上に出ていますから、グラグラしても倒れはしませんね。こういう形でフレームを、まあ、バナナが利用していると考えれば、まあ賢いもんですね。これは、まあ、葉が裂けただけで、それ以上の影響はなかったですね。まあ、ここで一番目立つのはこの葉じゃらいですね。まあ、株元が大きいだけに風を受ける面積、まあ葉っぱも高く伸びていましたから風圧はすごかったろうと思いますね。なんせこの地際の株元の太さを見ればですね、まあこういうのはだいたい台風に遭えば倒伏してしまうか、場合によっては家計が切損する可能性もあるわけですよね。沖縄でしたらおそらく株元から倒伏していたかもしれませんね。例えば風速40メートル以上の風が吹けば、こういう大きなバナナは往々にしてゾウムシにやられて家計が弱っていなければ株元から倒伏するんですよね。それで倒伏を防ぐのは難しいので、クッション、いろいろな花木とか一般樹木とか、まあ、ヤンバルの方でしたらヘゴですね、そういうものを配していって倒れても、まあ、この場合にはハウスのフレームに寄りかかってそれ以上の被害はないわけなんですが、こうなるようにクッションとしての生け垣をヘゴその他を利用して作るのがいいんだって何度も沖縄時代から言ってきたんですが、なかなか理解してもらえませんでしたね。倒伏防止っていうことを考えちゃうんですね。私は
どんな防止策をとってもですね、お金をかけてどのような倒伏防止策をとっても、例えば風速50メートル以上、70メートルぐらいまでの台風が来たら、まず倒伏を防ぐのは難しいと思います。ですから、倒伏してもいいようなクッション対策、できれば生垣ですね、こういうパイプじゃなく生垣のクッション、倒伏に対するクッション対策をした方がいいっていろんな人に言ってきたんですが、なかなか分かってもらえませんね。まあ今日一日吹き戻しがあるかもしれませんが、これ以上の被害は出ないでしょうから、まあここはこれぐらいで。台風が過ぎ去って2日余り経って、地面すれすれに倒伏していた銀バナナもやや立ち上がってきたので、少し手助けして起き上がらせた上で、ロープで近くの花木常緑樹にくくりつけています。その上でつっかえ棒を軽くしてあります。あとはこの銀バナナが自分で生きたいように生きていってもらえばいいわけですね。これ以上無理やりまっすぐすることはかえって不親切になりますね。それからこちらのオリノコバナナは、やはり西あるいは北西からの突風何回かを受けて東南の方に傾いて、葉身もすべて東南の方を向いて葉が裏返しになっているんですが、この一番高く見えている葉っぱをこの2日間観察していたら、傭兵と主脈が少しずつ西の方に戻っていって、そうしていずれは自力で葉の裏表が正常になる位置に戻ると思いますね。まだ裏返しになっている葉が何枚かあるのですが、無理やり棒で押し合ったり引っ張っても主脈あるいは中肋とも言いますが、を折る危険性がありますから、こういう場合にはなるべく植物自体に任せておく方がいいと思いますね。唯一家計が切損した銀バナナですが、まあこれはカットせざるを得ませんでしたね。まあこれはちょっと残念な結果になってしまいましたが、やむを得ません。向こうに見える畑の真ん中の方にあるオリノコバナナ、
は多少は傾斜したんですが、大したことありませんでしたので、これは立て起こすとかそういうことは何もせずにそのままです。これは葉っぱが裏返しになっていませんね。で、株周りに、まあ、陶器の防寒対策の準備をしています。これは、口径40センチメートルの不織布ポットに、むしった草を詰めて、少しこう、押し込んであるんですね。水分が抜けて、もっとへこんでいくと思いますがね。そういう枯れ草の間に置いてあるのは、口径35センチメートルの不織布ポットで、下の方には垣根の下の方から拾ってきた落ち葉を敷き詰めて、その上に畑の土を乗っけています。で、この辺にこれから野菜の端をして、まあ、多少こう背が立ってきて、そうしてこの株、オリノコバナナの株元とこういう不織布ポットの間に、さらに枯れ草とか落ち葉を徐々に敷き詰めていって、株元保護をしてやる予定なんですね。まあ、今日は気持ちのいい朝ですね。1年前の連陽日誌にバナナ並木の生け垣を作る話の動画が出ていたので、1年後の姿を今撮影しています。フレームだけになったバナナハウスの東側にバナナを2列に植えてあるんですが、フレームハウスとバナナの2列の間にはこのようにアンデスの乙女が満開になっていて、アンデスの乙女の間にはやや大きくなってきたオリーブの木が植わっていますね。バナナ列の東側にもこのようにアンデスの乙女が大きくなって花を咲かせ、オリーブの木も大きくなってきています。ここはバナナ苗を多少入れ替えたりなんだりしているので、前に撮影した動画などがあれば、それらとはちょっと品種が違ってきているものもありますが、これはオリノコですね。これもオリノコです。これは後から追加したタイベジタブルの小さな苗ですね。これはヤンバルの方で育成されていた小笠原島バナナです。これはラベルにはクエスチョンマークが書いてあるので、現時点ではちょっと
判明しないバナナ品種ですが、主脈のところに赤みがかっ主脈のところが赤みがかっていますので、おそらくタイ国のバナナだろうと思いますが、タイベジタブルなのか銀なのかちょっとまだはっきりしません。それからこちらのバナナ苗ですね、水芽が2本出てきていますが、これもラベルがどこかに行ったのかちょっとはっきりしませんね。これとこれと斜め端界に植わっているバナナ苗はおそらくタイ国のバナナだとは思うんですが、ちょっとまだはっきりしません。これはオリノコですね。これは比較的最近ここに植えたアイスクリームバナナです。こちらのやや大きくなって水芽が2本出ているバナナ苗は、これはタイベジタブルですね。こちらのは北小で、そちらのフレームハウスから切り分けた小株をここに植えたものですね。これも最近足したタイベジタブルバナナですね。これはオリノコバナナですね。隣のこれはちょっと小株が大きくなってきていますが、タイベジタブルバナナですね。その向かいに植わっているのは、これはムサデュスレーですね。これは無保護で越冬して、もちろん5月頃には枯れた花茎、枯れたように見える花茎だけの姿だったのですが、割と順調に復活成長してきて大きくなってきています。これはブラジルバナナ、もしかするとサンタカタリーナかもしれません。こちらにあるのは、これはそちらのフレームハウスから小株を切り分けて植えたオリノコバナナですね。これはハワイのアップルバナナですね。それからこちらはマッサンですね。マッサンとかアップルバナナとかサンタカタリーナというのは元は全部同じ品種だろうと思います。マッサンはブラジルの方で育っていきましたし、アップルはハワイの方で育ちましたが、
ヤンバルの方にいた時、沖縄のヤンバルの方にいた時、並べて育ててみていたんですが、ほとんど同じで味もそうそう変わりません。強いて言うとマッサンよりもアップルバナナの方がやや小ぶりに育って、そして味も多少マッサンよりは酸味が勝るという程度ぐらいの違いで、ほとんど同じバナナだと思いますね。ああ、これはサンタカタリーナですね。サンタカタリーナは、まあ、私の想像ではアップルじゃないマッサンバナナがサンタカタリーナ州のようにブラジルとしてはやや冷涼な熱帯よりも亜熱帯に近いような場所で育っていって、そうしてマッサンバナナよりも多少酸味が勝るような、こちらのハワイのアップルと似たような味になっていった品種のように思われますね。他にも似たようなソースとか似たような味のバナナはありますので、もともとは一つの品種から枝分かれしただけだろうと思いますね。まあこれらは桃の木の下に植えてある地有金泉ですね。まあ一年してこんな姿になったわけですね。隣の方もあれこれのバナナ苗を植えてあるんですが、ムービーの撮影時間が長くなるとアップロードしたり見ていただくのも大変ですから、今日はこのフレームハウスのすぐ隣のバナナ列だけの撮影にしておきます。まあ、1年してこれぐらいに、まあ、考えていたことがほぼ実現されてきているんですが、問題はここからなんですね。ある程度大きくなった、まあ、中苗、ここは中苗ぐらいが大きいんですが、多いんですが、中苗ぐらいになったものを路地で、まあ、多少の保護をするにしても路地で、まあ、上に覆いがなくて、上に覆いがない状態で路地上越冬させないと生花、まあバナナの食用バナナの実を収穫するという意味での生花がありませんので、今度の冬をどうやり過ごすかが一番の問題だと思うんです。いずれも耐寒性はないバナナ品種たちですから、それを中苗まではなんとかかんとか持ってきたけれども、その後路地越冬させられるかどうかで土着のバナナになるかどうかの分かれ目になるわけですから、結局食用バナナというのは耐寒性がどうのこうのというような話じゃなく、実を収穫して栽培者たちが食べてこそのバナナ栽培ですから、ただ単なる実験をしただけでは何の意味もないことですから、私はバナナの耐寒性というのは、まあ、食用バナナの美味しい方の耐寒性というのは基本的にはないんです。熱帯で栽培されてきた植物ですからね。ただそれをあの手この手で和歌山県中部海岸沿いで土着のバナナにしていくということは、実をならせて、そうして収穫して食べてこその土着性ですからね。その土着性の中に耐寒性も入るわけですが、そうでなければ、まあ単なるバナナ栽培愛好、
まあ栽培してみていますということで終わるだけの話で、私にとっては意味のないことなんですね。私はあくまでも収穫して食べるという目標に向かって栽培努力をしていますので、そういう意味で今年これからやってくる冬にどう対応させていくことができるか、まあ問題点に差し掛かってきたという時点までは、ところまでは来たわけですね。台風18号で地面すれすれまで倒れた銀バナナから、その後初めての巻き葉が中央に出てきています。それからかなり傾斜して何枚かの葉が、葉の裏表が逆になっていた折の子ですが、このように台風前の位置に葉っぱの位置が戻って、表は表、裏は裏とノーマルな状態になって、その後中央に巻き葉が覗いています。この巻き葉からするとまだ通常葉を出したいという気持ちなんでしょうね。まあ今日も日中の最高気温は30度を超したかと思うんですが、もうすぐ10月に入りますから、その前から最低気温がぐーんと下がってきますんでね、まあいつまで通常葉を出せば気が済むものかと思っても、おそらくは5月に外出しするまでサンルームの中で窮屈な思いをしていたので、路地に移植されて、ああやれやれと思って伸ばしたいだけ伸ばしたいという折の子の気持ちを察すれば、まあこちらは眺めているより他ないですね。台風18号で切損した銀バナナは、今は切断部の情報はこんな感じになっていますね。まあこれはこの冬どうなるものなのか観察用にこのままにしておこうと思っています。これの子供、この苗ですが、は大きくなってきていますね。そちらの中苗程度の銀バナナはノーマルに成長しています。南西諸島のように最低気温がさほどは下がらないという条件であれば、今週の団地のいくつかの地域では十分にバナナは成長するんですがね、残念ながら最低気温が下がり続けるという難点がバナナの栽培を難しくしているわけですね。竹林の奥の方に来ています。今年の4月に植え付けた海系苗の島バナナは、個体差によってサイズが様々ですが、それぞれに島バナナは島バナナらしく育ってきていますね。トカラの島バナナは、私が分けてもらった島バナナはメリクロン化されたことがない
苗ですので、おそらく小笠原種の初期の時代のものよりもトカラ風になっていると思います。まあトカラ風っていうのがどういうものかは私にもはっきりはわからないのですが、おそらくやや葉っぱが幅広くなるのではないかと予想していますね。それよりちょっと前に植えた台湾バナナも背丈はさほど伸びていませんが、台湾バナナらしい草子で多少は成長してきていますね。エマスとトンソクはそれなりに草丈が伸びてきています。まあ、ここは家内の父の代にそれまではなかったという土砂崩れを起こしたことがあって、父がこういうコンクリートマス目の崩落対策をしたのですが、その当時にはコンクリートとコンクリートの上に網目、鉄網などをかけてあったのですが、何十年もすると鉄網なんていうのはもう跡も形もありませんね。で、そこのコンクリートを見ても分かりますように崩れてきていますよね。コンクリートで作ったものなんかは出来上がった時には相当頑丈に見えるんですが、何十年もすると劣化してきて、また植物の破壊力によって穴が開いたり崩れてきたり、いずれこういうコンクリートのブロックも姿形がわからなくなっていくんだろうと思うんですね。人間が地球上で構築したものはいずれは自然の力で、特に植物、日光、風、雨などの力によって破壊されていくと思いますね。そういう意味では人間の科学とか建築学などがいかに進んでも、長い目で見ますとやはり自然界のパワーにはかなわないと思いますね。まあそういうことを自覚しておいて、自分が肉体を持っている間どの程度こういう植物の世界と関われるかということをきちんと認識して、バナナならバナナの栽培をしないといけないのではないかと思うのですね。今年の4月に植え付けたばっかしですので、来年再来年に開花、結実、再来年ぐらいに開花結実を迎える株も出てくると思いますけれどもね。まあ、最初の年に迎える冬でどうなのかというのはいつでもちょっと気がかりなんですが、まあ、こればっかしは天候にお任せですから、こちらとしてはどうなるのかなとか、どうなったのかなとか、こうなったから翌年はこうしてみようかなとか、その程度のことしかできないわけですね。
そろそろ最低気温が下がってくる予報が出ているので、サンルームの南の方の前庭に置いてあるバナナコナエたちをサンルームに取り込み始めています。日中はまだ暖かいんですがね、それでもあれこれの作業をしてて、取り込み忘れとか出ないように、ちょっと早めからですね、ある程度大きくなっているバナナの株周りにぎゅうぎゅう詰めにして、コナエたちを、バナナとパパイヤが多いんですが、取り込み始めています。ぎゅうぎゅう詰めの状態ですが、気温が下がってくればさほどのストレスはかからないだろうと思いますので、寒くなったら身を寄せ合ってやり過ごす方が良い場合もありますので、無理のない範囲内でちょっと足を入れるスペースがないぐらい、こちらの南半分ですね、この柱の南側の方に主にあれやこれやの苗を取り込み始めています。こちらは家に接している方にはまだ取り込めるスペースがややありますね。シェルフには別なバナナのコナエたちをたくさん並べなきゃないので、シェルフの方は開けてありますね。この空中ポットの上の方に植えたパパイヤと、下から突っ込んでやったパパイヤ、この下から突っ込んでやったパパイヤはこんな風にカーブを描いて頭をもたげてきて、なんとも奇妙というか芸術的というか、そんな装置を自分で作り上げてきていますね。不織布ポットや陶水ポットに寝かせ植えしたパパイヤなんかも大体は思惑通りにやや立ち上がって、大体が Y 製パパイヤなんですが、それをさらにコンパクト栽培にするのところまでは成功しています。あとは越冬できるかどうかの問題ですね。バナナはここ2年間の経緯で緑葉保持をして、成長停止のまま緑葉保持をしてやり過ごしてくれるのは知っているんですね。それで3月から5月にかけて徐々に外出しすればいいと、そういうことはこれまでのやり方から分かっています。問題はこのサンルームとか、それから裏山竹林を別にした平地の畑でのロジエットなんですね。
まあ、それらもなるべく手間暇かけずに、できれば、まあ、将来的には複数本立ちの大株にして、無保護で越冬できるような品種を中心に栽培していこうと思っているんですがね、何しろ他の野菜とか一般果樹のことを考えると、本州団地でバナナやパパイヤなんかを無加温施設、温室じゃない無加温施設とか、無加温の当たり前ですが路地ですね、まあ路地は無加温に決まってますが、普通はそういうところで越冬させなければいけないということにチャレンジしている、その労力とか時間とか気遣いの多さですね、まあ、無駄とは言いませんが、しかしそこまでしてどういう夢があるんだろうと考えると、分の悪い愛着ではないかと、そんな気もするんですね。で、その辺を解決するために土着性のあるものに絞り込んでいくということは考えています。まあ、その前に今あれこれ品種の見極めとかをやっているところですね。だいたいそうですね、ハウス、サンルーム、屋内、路地なんかでも、本州団地で栽培するにふさわしい品種と、品種っていうか装飾を持つ品種は、ボリビアバナナとか、ワイセイナムワあたりがいいのではないかと思っています。もし沖縄の方でも台風、暴風による家計切損、あるいは株元の倒伏などをなるべく少なくしたいというのであれば、やはり品種じゃなくボリビアとかワイセイナムワ程度の装飾のバナナがやはり望ましいですね。3、4メートルから5、6メートルになるようなバナナは、いずれ台風などで痛い目に遭わされるのはもうこれは避けようがありませんのでね。まあ南西諸島のことは別にして、本州団地ではやはり大きさとしてはボリビア、それからドワーフナムワあたりが限度かなと思っていますね。まあ、それ以上大きいものになると何年かに一度は痛い目に遭わされますね、おそらく。